えシャンクスは800円に迫ってます<れ>ボローニャのカラフィオーリああクソウマシクソイ,イケメンだしユニイクと来てほしいな約100億円かけて来週からケリントン大回収するしラトジー頑張ってほしいそ<う>俺カラフィオーリ、うん、マジ欲しいんだよねカラフィオーリどうすかマジ美酒が最高 <laughs> どんな顔してんだっけイタリアのでもあれはもうイタリアから出ないでしょあの選手は能力もスタッツも化け物だったもんなカラフィオーリそうねうん なんか、チームで一番、あれだったわな。22歳なんだ、まだ。そう。で、CB しながら、みたいな。わ、かっこよ。マジでかっこよし。えー、顔、かっこよ。能力値高いし。でも、そんなチームが、まだユベントス濃厚っていうの見て、まあ、そりゃそうよなって、ね。あ、もう、だいたいユベントス濃厚ですよね。うん。<laughs> <laughs> そう、あと、得点力あるんだよね。うん。なんか、アシストとかも多かった気がするな。 チームの中でカラフィオリだっけそれ。カラフィオリいいなと思ったけど、まあ。まあ。まあなんかもう、そういうタイプのイタリア人が来る未来が見えないんでなんか前回のユーロでバレッラいいなとか、なんかそんなレベルに見えてきてる、俺あ、ロカテルリとか。バレッラいいなとか思うだけ無駄だな。そう。そう。なんか覚えてる前回のユーロの後さ、アーセルがロカテルリに興味とかさ、来るわけがねえと思ってたもん。 そうこねってイタリア人はこっちにうんだからもうあんまし考えてないなんかいい選手なんだなぐらいんかピークブリブリのイタリア人が来ることあんまマジないよ、ね、だからそう隣はびっくりよ、ね、だから隣はもう,もう衝撃嘘だろっていうあ,、まあ、あれに関してはマジ色々あったというかねうんうん、うん、ナチュラルじゃなかったよねそのそうだねシンプルに欲しいから取りますとかっていうそ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 うちょっと変わるかもしれないけど わかんないけどイタリアのチームがさはい、はい、それこそ今インテルとかがさブ、うん、ランスウェイトに興味ってなっあったとしてもさセリエサポ来るわけないと思うだろうそれと似たような感じなんだよねイングランドとイタリアってもう、うん、そのまま行くかなっていう本当に突き抜けた場合マジで間取りとかどっか行くみたいなぐらいで、うん <laughs> まあ、とはいえ結構まあプレミア イングランド人が外行くことはまあ珍しいかいやまあ最近あんま珍しくないよね、うん、最近は <laughs> ジョルジーョがなあだって言ったのもあれ結局サッリだからねそうねそうサッリパワーでうんってとこあるからううなんかこネつけないとねうんだからカラフィオリいいなって思うだけにしといてますね 本当に来たらびっくり,びっくりその時また喜びましょう、うん、逆に心配になる <laughs> あれ空きよりっていい選手なのかみたいな <laughs> 確かにな、うん、それゃ外的にこの選手は伸びしろすごいみたいな選手いますか伸びしろ今のピッチ内でピッチ内はちょっといやオーナナーでしょうあマドオーナナまああまるオナ伸びしろあるかもしれませんけど、ね、身体的ポテンシャルと若さのと考えたら 普通にプレミアでいったらポテンシャルめっちゃ合いそうだなっていういやでもまああれかもしんないけどメイヌとかすごいんじゃないメイヌはすごいうん。メイヌはポテンシャルエグい。あとはねなんかこいつうめえなっていう山ほどいるけどな今回のユーロ出てる人あこれ,れやばいいんじゃないそれ。あぶなユーロ出てる人 ルカクはだって、みんな知ってるじゃん、すごいの。もう。衆躇事実、誰でもが認めるスーパーフォワード。もう、水も甘いも、うん、見てるんじゃないですか。あ、かにちくえめがいいっすね。あ、かにちくえめがね、うん、ポテンシャルあるね。飛びしろあるね。あれ、今季復帰はしてないんだっけあれ、してたっけ怪我して。してなかったっ戻ってきてたっけうん。まあですよね。 あと、むにっちゃんもいいっすね。むにっちゃんはまあ,あ出てないけど。え、つっきまさん320円するじゃいます。あらす、すうくにも聞こうか。ライカの遺跡どうするよ。え、ギマランとイサク取って入荷するジャパン涙目にします。<laughs> <laughs> おい、やべえなー。ワッシーさんを涙目にしますよ、ね、<laughs> 俺は。泣くわ、それ。<laughs> <laughs> 泣くわ。ちょっときまえ、ガチでギマラン取るってのは面白いよね。え、隣じゃなくていいんすか。なんかね、あ隣じゃなくていいっすそれは。<laughs> <laughs> <laughs> あのー、でも、うん、ライスのインタビュー見ましたアスレチックのインタビューでねあのー、ライス8番でもやるけど個人的には6番がいいけどねってずっと言い続けてたんですよただ今期の使い方見るに、まあ、ライスマジで8番で使えそうじゃないですか8丁っとかインサイドハーフでねってなったらまあ パーティーとジョルジー。うん。まあ、2年連続アンカー取る価ちあ足だからな。だから、ま、そこで、ギマラン取って、あとは、あの、右、坂とウーデをカバーできる選手1人取って、あとはハト君を取りたいっす。うん。っていう感じかな。うん。寄れるハト君欲しいですけどね、俺は。 ああ、ま、GK もそうだね。うん、あ,あフェネルバフチェンのカディオールが、そうそうそう、そうカディオールね。なんか結構相当いいらしいじゃないですか。ちょっとカディオールまだチェックしようってないで何とも言えないんだけどね。イサックはいらないというか多分取らないと思う。もう、あの感じは。うん。だってもう、ギマランに相当ご就心じゃないですか。いや、ま、正直ギマラン取ったらクソ強えと思うよ。 っていうかもうタサポに怒られる領域まで来てると思う。いや、それそれないわ、おもんなって言われる領域じゃない。だって、ギマランウーでライスよ。ほんと3人怪我しないよ。で、ずっと、3人怪我せずにずっといるのよ、マジで。うん。セコイって言われるからな、マジな。で、ベンチにジョルジーとパーティーいんだよ。 <laughs> それは幅厚 c ツシール、そうそうそう,そう,そう。ただの、その、アルテタの国内組を大金かけて取るっていう方針はもう非常に理にかなってると思うんですよ。ただたまには国外から見たいよな、やっぱちょっとな、うん。国外の方、遺跡がなんか誰かちょっと見たいなっていう感はあるかな、俺は。 なんだかんだ国外の選手を大金取るの好きなんよね。なんだなんだこれみたいな。ちょっと待って、こいつやべえぞみたいなのがちょっと。で、ギマなんとかだって絶対うまいもんなもん、もう。100億パーうまいし、ハマっても,もそりゃそうよみたいな。感じながらな。コープマイネルスとかやっぱそういう補強いいよね。コープマイネルス早く来いよ、コイリをプレイアた閉めろよ、コープマイネルス、マジで。 俺はコープマイネルスじゃねえよ <laughs> 本当にコープマイネルスってどこいんだっけアタランタアタランタか